八ヶ岳山頂から見た延山高原地図小海線。延山駅付近の車窓延山高原でのレタス収穫風景延山高原のレタス畑延山高原は日本、本州の中央部、八ヶ岳登録の裾野、秩父山地の西端にある高原。長野県南作郡南木村に属し、主に延山駅周辺の地域を言う、東隣の川上村を含むこともある。 スキー場や観光牧場など各種レジャー施設がある。JR 小海線の延山駅は JR の駅で最も標高の高いところにある。JR の線路で最も標高の高い地点も延山高原にある。電波天文学の国際的な拠点の一つである国立天文台延山宇宙電波観測所が置かれており直径45メートルの電波望遠鏡を はじめ各種のパラボラアンテナが、高原の風景の中に立ち並んでいる。また、新州大学農学部付属アルプス県フィールド科学、教育研究センター、延山ステーション、つくば大学農林技術センター八ヶ岳、円州林といった教育、研究機関も立地する。高原野菜が名産品で、延山高原レタス、延山高原キャベツがある。牧場があり、 牛乳が産物となっている。春の訪れは、境よりは遅く、桜の見頃は、ゴールデンウィークあたり。夏は涼しく、避暑地として、観光客で賑わう。秋は、紅葉が綺麗。冬は寒く、八ヶ岳おろしと呼ばれる風が吹くが、雪は少ない。野辺山高原は、近世初期まで、家や集落が全くなく、海、品の間の交通路としては、 八つ岳南緑に海から、柵方面に抜ける柵甲州街道や、戦国時代に海、武竹田氏が海から賀の諏訪郡へ向かう道として整備されたとする棒道が通るのみであった。そこで、江戸幕府は1606年に、板橋村、1686年に、八重原神殿を置き、冬の交通と旅人の安全の確保の任務を負わせた。村の農家は、根を主に生産し、 明治時代に群馬の生産が奨励されると飼育頭数は急増した。1886年には川上村原と南木村貝尻に牛馬競売市が開かれ、翌1887年には両者を統合して海の口市場ができた。島崎東村の千曲川のスケッチには当時の海の口市場の賑わいが描かれている。 また、2500ヘクタールの海の口牧場をはじめとして、相次いで牧場が作られた。大正時代に入ると、キャベツや水筒栽培が試みられたが、多くの農家は、馬の飼育と自給的農業を主に営んでいた。商業的農業が始まるのは、1934年に菅平高原で栽培技術を学んだ若手開拓者らによる白菜の試作が成功してからである。 翌1935年に、延山高原素材出荷組合が35名の組合員で組織され、1938年には大滝農場が開かれ、養豚やジャガイモトウモロコシの栽培が行われるなど、商業的農業は拡大するかに見えたが、第二次世界大戦に突入したことで、商業的農業は中断した。1941年に、 文部省の学校連合訓練所が1942年に大日本帝国陸軍東部51部隊の延山演習地が開設され、1945年には学校連合訓練所が三重海軍航空隊の特攻隊訓練に使われるなど軍事職が強まった。終戦後の1945年11月には緊急開拓事業実施要領に基づき、 1> 約170世帯が入植し、自給的農業に従事したが、厳しい気候条件と恵まれない土壌のため、開拓農家は約2年で50世帯まで減少した。そこで7つに分かれていた開拓組合は1948年に、延山開拓農業共同組合に一本化された。1949年の成果物統制の廃止、1950年の 朝鮮特需の後押しもあり、商業的農業が復興を果たし、大根の栽培が増加した。野菜の栽培に使う対比を得るため、1953年にニュージーランドから14頭のジャージー種が輸入された。同年、進行対策事業が始まり、延山駅前の46個が計画的に移転し、山村景観を呈するようになった。1960年代後半より、 牛乳価格の下落により落農は衰退するが、野菜栽培は増加を続け、延山は日本を代表する高原野菜産地となった。高原野菜栽培の歴史的展開については、歴史の節を参照。1995年の統計では、南北村の経営高地面積1565ヘクタールのうち94%が畑であり、 大規模農家の割合は45.3%に上る。また、年間の農産物販売金額が1000万円を、コス農家は55.9%に達する。延山が高原野菜栽培地域として発達した要因として、丸山は以下の7点を指摘している。開拓事業や地元農家の増担により、経営規模が大きくできたこと。今後農業の実行。 進行対策事業により基盤整備が行われたこと、機械化の推進と雇用労働力の確保、国や長野県による産地保護、予霊庫と保霊車の普及、高速輸送体系の整備、閉鎖後のレーソングキャンプの米山中央自動車道の開通により、三大都市圏からの交通の便が良くなったことから、外部資本による観光地としての開発が進んでいる。例えば、 1984年会場の延山スキー場、1992年会場の延山ゴルフ場が挙げられる。ありがとうございます。